こちらへどうぞあ <laughs> お客様お気づきになられました <laughs> そうなの実は私の椅子よりも座り心地が良い椅子を使ってるのよお客さんにはできるだけ良い椅子に座ってサービスを受けてもらいたいからねまあ理容室専用の椅子だからお高くつくのは当然なんだけど。 安いのでもかなりのお値段がするのよまあご存知の通りいろいろな機能があるからねこの椅子。上がったり下がったりリクライニングしたりエプロンの端っこをかけたり足を置いたりうちの椅子の機能はこんなところだったかしら足を置くやつが自動的に暖かくなってくるものもあるんですって 腰のところで風を出してエプロンの中を涼しくしてくれたりお高いものだとマッサージ機能とかもあるらしいわよ。もう何のための椅子かわからないわね。まあマッサージ機能付きなら私も仕事が終わった後にあーってくつろげるし1つくらいなら買ってもよいかもね。あ 2号店の椅子をすっごい良い椅子にしちゃえばいいのかしら <laughs> 夢が広がるわマッサージ機能は私とあなただけの秘密ねおっとお話に夢中になってて霧りふきかけすぎちゃったわねよしそれじゃあここからお兄さんの髪をチョキチョキしますね 短くするってさっき決めたけど、髪型はいつものでいいわよね。反り込みとかしちゃうこうシャキーンって。まあ気が向いたら行ってね。反り込みは後からでもできるから。 今度はちょっとお耳の近くを切るからあんまり動かないでくださいね大丈夫ひんやりしてないこればっかりは人肌に温めるわけにはいかないからねちょっと我慢してね。 また、後で調節するわね。うーん前髪は思い切って短くしちゃいましょうか入らないように目を閉じててねそれにしても長くなったわね前髪なんて目が隠れそうなくらいになっちゃってるお兄さんは目が綺麗なんだからもったいないわよ よし、しここんなところかしら。もう目を開けて大丈夫よつきあんあっと、見とれて手が止まっちゃったわこんな感じでいかがかしらじゃあ前髪をベースに左右の調整をしましょうか。 綺麗な横顔…写真撮って額縁に飾ろうかしら… <laughs> なんちゃってね よし、こっちもオ、OK、ケー。うんいやまだオケーじゃないわね左右でちょっとバランスが違うわわかるこの辺り左の方がちょっとだけ長いのそんなに気にならないかもしれないけどあとちょっとだけね、うん、完璧じゃない それなら店長も夢じゃないかもしれないわあ、そうね、もうすでに店長だったわ <laughs> 店長の上って何だったかしら会長オーナーオーナーになるのは悪くないわねお店を他の子に任せてゆっくりできそうだしあ、なんだったらあなたが店長してみる 経理理ととかか、シフト管理とか私の代わりにやってくれると助かるわでもうちの子たちってみんな一癖も二癖もあるからねシフトの調整はちょっと大変かもまあ変な子が多いけどちゃんと良い子だからそこは安心してねまあ興味があったら言ってくれると助かるわお兄さんにだったら。 安心して任せられそうだもの。さて、後頭部を仕上げていきましょうか。 チョキチョキチョキチキ、キ、いや考えてみると髪を切る音ってザクザクザクって感じかしらあなたにはどう聞こえる こんな感じで良いかしらね、うん、しどうかしらお気に召してくれた <laughs> 切りたての髪って手触りが本当に良いわよね私この肌触りが好きなんだけど後頭部は女性だとバッサリ切らないものでしょそれに お客さんの髪を触りすぎたりもできないしねまあお兄さんの髪は特に心地いいから。 じゃんじゃん触ってるんだけど、お兄さんの髪が気持ちいいからいけないのよ。許してね。<laughs>